回は空中から落とすしかない。これ以上の接近は難しい。飛ばすわよ。
晴らしい。結局二人で決着をつけることになったぜ、ドレイク。そうでないとな、ダル。俺らはまだ自分の価値を証明できていない。分かってんだろ。本番前の簡単なウォーミングアップ。みたいなもんだからよ。早速始めるか、この死に損ないめ。真の男がどっちなのかを決める時で。そう簡単にくたばってくれねえってことは分かってたんだ。お前の生き方じゃねえからな。でも知ってたか、それは俺の生き方でもねえ。残念だ、お前を殺さなければならないのが。お前がここまでうぜえやつじゃないか、きっといい仲間になれただろうによ。お前の手足をばらして死ぬまで叩き潰す時間なのぜ。
俺の怪物どもよ、立ち上がって使えろ。破壊するか消滅しろ、どちらでも構わない。
この世界は数百の小さな声で成り立っている。哀れで弱き者たち、皆苦しんでいる。解決策はシード、一つの精神、一つの意志、統一だ。素晴らしい大切なミカ、ただの鍵だ。彼女の命彼女の意味、理解しがたいほど偉大だ。未来に逆らうなら罰を受けろ。栄光に苦しむがいい。せんなよ。最後だったぜ。
全部終わったよ。もう安全だわ。いつか方法を見つけ出したら、きっとみんなを自由にしてあげる。分かってる、グレイブ。私が恐れていたのは今自分の中で起きていること。でも、もう怖くない。私は化け物じゃない。私、コントロールするから。きっと、正義の仕方を身につけてみせるわ。私を信じるのよ。グレイブ、下で何があったかは知らないけど、見事な退場だったわ。すべてのエリアが塵のように消えたの。ボスの無事？スカムランドはそうして沈み、私たちは無事に脱出することができた。だけど、シードで汚染された世界が修復されるには相当な時間がかかるだろう。そして、それはまだボスの中に流れている。彼女の戦いはまだ終わっていない。